そういう学びを受けて、で、まあ、100年ワークに入って、さて、いよいよどうすべって、会社辞めちゃった、で、息子が一人、私がいる、死ななきゃいけないんだけど、シングルマザーだから、誰からもお金もらってないし、どうしようって、とても介護施設がすごい給料安かったんですよ、当たってぐらいだったので、だからね、逃げてたってのもあるんですけど、で、そうこうしてるうちに、借りてたお家がね、もらえることになったんですよ。友達ももらった家賃がなくなりました。でもやっぱ仕事しなきゃいけないからね、さらっとするもらえたんですね。で、食べ物は皆さんくださったりもするけど、でもやっぱり現金はいるよね、ということもあって、それって渡せないのかどうするねと思ってたら、その本人がですね、電話くださって、ももこちゃん何してるのって、こたつ入ってるんですよ。今すぐあなたができることでお金をかけずに、あなたしかできないことは何って聞いてくださってですね、その時もできることがなかったのが本当ラッキーだったんですよ。何にもなかったから、着物が着れるぐらいかなっていうのが一つでした。で、目の前に着物が山ほども積まれてたんですよ。介護施設にいた頃、ご家族があって着物着るならあげるよってどんどんくださって、どんどん増えていたんで、お食の着物はもう家が潰れちゃうっていうぐらい着物が詰まってたんですね。だから着物、自分も着るのは楽しいけど、ありすぎちゃうかな、でも眠らせたいって、どうしたら眠らせるって言った時に、じゃあ着物配るだけじゃ